えー、習近平が全人代で海外関連の軍事活動に関する放置作業の加速を指示したそうですが、どう解釈されますかメディアによっては戦争準備だと言われてますが。えっと、まあ、あの、基本的には中国って、あの、海外の、その、今回もなんかウクライナに対して9000万円分ぐらいの支援をしますみたいなので、そのなんか海外のためですよっていう風にはするんですけど、基本的には中国は中国のためにしか動きません。 なので、あの中国が何かをやるときは、あ、中国にメリットがあるためにやってるんだろうなっていうふうに理解してこい,いと思うので、なので、なんか海外でじゃあ、あの軍事的なことがあって、それを手助けするよっていうのって、多分中国の軍隊を外国に送りやすくするとかっていうのを法律的にやろうとしてるっていうだけだとは思うんですけど、ただ法律を作んなくてもやる国なんで、まあポーズじゃないかなと思います。今その法律があろうがなかろうがや,やるときはやる国なんで。 なんか日本の場合ってその自衛隊があるけど、一応なんかその救助とかもあるから自衛隊を海外に送るのよくないよねとか、今回あの、ウクライナのあの大使が日本の外務省の人たちに会って、あの、武器をくださいって言ったんですけど、一応その日本の場合は法律上武器を外国に送るということができないので、あの、残念ながらちょっとお断りしますみたいなのがあったんですけど、っていうのでその法律の方が大事だよねっていうのが割と日本の考え方で、あの、 武器を送らないに送りたい気持ちは,もは山々なんだけど、武器を送ることはできないんですよ。なぜなら法律があるからなんですけど、中国はやっちゃった後に、ああ、やっちゃったよね。まあ別に法律なんかなくてもいいやってくりなんで、まあ、基本的にはポーズだとは思いますん。